親戚の会っていう会なの、うん、そう、本当は第2回パックとかで送られてくるもん、親戚の会、大の会、あ、本当に、うん、
うん、で、あれだよ、ボーリング大会とかやったりするんだよ。マジで。そうなの。そう。ボーリング。いや、勝ちだよボーリングでは。あ、本当。うん、でもそれはつうらうら全国集まってくるんでしょ。じゃあ、うん、いやそんなにつうらうらじゃないんだよ、うん、でさ、うん、だからさ、なんかさ出席の会議行ったのよ、うん、だから出席のさ、なんか調子のいいおじさんみたいに言うじゃん、うん、いるいる、調子のいいなっていいのかどうか、もう毎回おじさんになったって言われちゃうんじゃん、会うたびにもう何で大きくなってないよ、うん、で、うん、それがさ、なんかさ道具で鍵つけたらしんないけどさ、うん、こういうことやってるっていうのは、こういうなんかテレビが出てるっていうの、うん、で、ちょっとさ、メートル上がり気味でさ、うん、あおーってさ、なんか結構俺若い子の気持ちわかるよなんていう感じでさ、いいじゃんか、うん、でさ、すごいねーってさ、うん、でも、弟結構いい声してるねーって、あのね、ある勘違い困るんだよな、自動もどろで言い訳なんかしたって、ちょっと待ってちょうだい、ちょっと待って違うよね、例えばね、藤川に近わり人目を落としたバンギャルな顔をした子が座っていた、うん、顔が夢の島なんてこと思ってたら駅に着いた今9時10分前急いで帰りゃまだあのテレビに間に合うとこりゃ、おりゃそなたらもう何や歩きだ、おや夢の島もこの駅じゃ人生が歩くこと数分¡Gracias!
Thank you.